はい、山村屋の薩摩和牛ロース上、牛特上柔らかハラミ味付け、国産牛上カルビ味付け焼肉、上ホルモンミックス、でタレがついています。これ今日、お肉の山村屋さん、山村屋さんのお肉を買ってまいりました。今日は焼肉にしましょうということで、これ映画館でよく山村屋って何の店言って、CM よくやってますね。これが、まず、ロース肉の上のやつですね。これサンチュやったかな、レタスのやったかなに巻いて、いただきます。いやー、なかなか歯ごたえがあって肉肉しい肉やなという感じです。でこれホルモンですね。ホルモンはちょっとどこまで焼いていいのかがわからないという、特徴がある部位だと思うんですけど、おいしいです。これがあれか、これがロースですね。さっきのはハラミ、さっきのは味付けのカルビですね。でこれが、ロース、上ロース、薩摩、国産牛、でこれお塩、もう塩をやってるのかな、塩だけでいこうかと思って、胡椒か、塩胡椒でまず、食べてみようという感じですね。これだから 100g 800円ぐらい、消費税込みやと880円とかそんなもん、あっ、900円ちょいぐらいですかね、の肉でございます。まあそんなにね、油がいっぱいガーってある感じでもないんですけども、肉肉しい肉でございました。で、この、キャンプ用の食器で、いただいておりますが、シェラカップという、最近なんか、キャンプ好きすぎて、うちでもシェラカップで食べております。でちょっといただいた、いただいたといったつけていただいた、タレを、つけて食べると、やっぱなんか山村さんの肉ってタレをつけて食べるようにできてるのかな、なんかタレをつけて食べた方がなんか美味しいなと思ったんですよね。なので、みんなタレをつけて、いただいております。で もともと僕塩で食べるのが好きだったんですけども、父親が味付けが好きなんですよね。でこれ味付けのやつを焼いているんですけど、やっぱりタレが染みているから、焦げるんですけどね、ただでもやっぱり柔らかくなるんですね、漬けになっているので、というのが新しい発見でございました。そうか、肉って漬けになっていると焼いても柔らかいままなんやなと。でこれニンニクすりおろしたやつを、上にのせて、これ上カルビですね。でカルビ結構油乗っているので、ポン酢と、でこれ肉に塩もちょっとかけてですね、まだかける、胡椒か、胡椒もやっぱりかけるとすごい、なんていうんだろう、あのコクが出るというか、美味しいですね、やっぱりね。でポン酢大好きなので、ポン酢と大根おろしが大好きなので、おろしポン酢でいただきます。肉のおろしポン酢も美味しいと思うんですよね。ハンバーグのおろしポン酢とかも好きなんですけども、でこのニンニクすりおろしがだいぶ効いている感じです。これもうアコール比何もなかったので、もうこんな生のニンニクにまだ、キムチ、これ、山村屋の格的ですね、キムチを乗せて、なのにあっさりと大根おろしポン酢でいただくっていう、相反することしてるんですけど、これがうまいんですよね。これにご飯でございます。最近うちでもね、もうお酒飲まないので、ビールではないんですよね。でも、まあ、ビールでも美味しいんやろな。でこれも全部ちょっとずつ肉入れて、もう父親と母親がもうお腹いっぱいって言ったので、もう全部焼いて食べるでって言って、あと残り全部、いただいたんですが、ニンニクを乗せておろしポン酢で、いただきますと。このに焼肉にやっぱりにタレにニンニクがあったとしても、もう一回おろしニンニク乗せると最強ですね。
あの焼肉屋さんでも、おろしニンニクあれば、絶対ちょっと言うようにしてるんですけれども、ということで久々の焼肉美味しかったです。というところで今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますのでぜひご覧くださいませ。それではまた明日朝お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。あ、ちょっとこれまた、今夜中に撮ってるので声がテンション低くて申し訳ございません。